こんにちは。うん。こんにちは。なんか声変。声変。やっほー。壇上がいない、私の画面には。ふん、開いた開いた。カウントだけでもお願いします。星集めの方々、カウントだけでもよろしくお願いします。こんにちは。明日のスケジュールそろそろ決めないとな。まあ多分今日と同じになるであろう。だがしかしまだわからない。帰ってきたって、寝てた寝てたの20分前ぐらいまで、だから頭が起きていません。なんてこった。カウントっていうのは1から50まで数字を1つずつ50回打つことです。だから1送信、2送信っていうのを50までやるんです。喉大丈夫だってね。なんか声おかしいよね、やっぱり。でも花粉から来る声のおかしさなので、喉は痛くないんだけど、多分、喉は全然痛くない。なんか声が低くない？いつもより。なんか出してる感じ低いんだよね。そう、どう思う？さっきまで寝てた。奇遇ですね。いやー、でもさー、でもね、睡眠不足はね解消された気がする。星は投げるだけでいいのかな。そうです。でもSMS 認証って言って、 SMS 認証をしてないと、そうなんです、星を投げてもポイントにならなくてゼロになっちゃうんですよ。だからね、せっかく星連打してくれてもゼロポイントになってしまうので、 SMS 認証してないなって、 SMS 認証って何って思ったらしてないってことだと思うので、プロフィールのアカウント設定から確認お願いします。そう、カウントもですよね、入んないんだよね。そう、せっかくねやってくれてもあれだから、やる前に SMS の確認を皆さんお願いします。こんにちは。
うん、いつもより気持ちちょっと声が低いかもだって、うん、だから自分でも声出してる感じが低いわって低いわって思うんだよね。鼻の影響だね。喉は痛くないんです、全然。鼻の影響だ。花粉症って嫌ね。嫌ね。なんか思うんだけど、いつもさ、ショールームしてさ、るときさ、T シャツ着るじゃん。そう。で、いつもね、デザインが違うやつ着てるとつもりなんだけど、もう上だけ見たら全部同じなの。全部同じ。黒だったら黒、白だったら白って。色が変わってることしかわかんない、うん。一応これは傘です。傘ですって。なんかでもこれ、見たことあるよね。有名、結構有名なあれだなって思います。傘。ヤッホー。そう、着替えてたとはだって、いや朝からずっといい頃だけど、毎日違うやつ着てるよーって。このブランドはそう、見たことあると思ってでもさ、もらったものなので、ありがとう。プレゼントしてくれた人ありがとう。家から出てない、うん、今日は寝ることに集中、寝ることに、配信以外では寝ることだけを考えて生きてきた。嘘つきました。課題を終わらせました。気が楽になりました。まあ勉強は続くんですけれども、肩の荷が一つ下りましたとさ。高松さん、ファイト、ありがとうございます。ファイト。えらい、言って、やったー、よかった、期限に間に合って。可愛すぎるで、ありがとうございます。やっほー、やっほー。てか前回のさ、配信でさ、なんかギフト読み忘れてたとかありました？ちょっと後で言ってください。今もだけど、前回も。
旅行行きたいね旅行行きたいねとか、旅行にあんまり縁がないんですけど私。なんかさ YouTube とかさ見てて、 YouTuber さんとかさあるじゃん、そういう旅行行ってみたいな。めっちゃ旅行いいなって思うよねどこ行きたいのだって、どこでもいい、もうどこでもいいかなんか、うん、コメント押し高すらかな記憶がない。 NG、 どこが NG なんだろうこんにちは。いや京都はマジで行きたい、京都はマジで行きたい京都はマジで行きたい。抹茶が、抹茶がすごい好きだから京都はマジで行きたい。でも私無難にね沖縄行きたいのよね。そう、私って結構なんか旅行とかしたことなくて、あんまり行ったことない県ばっかりなんだけど、来月セナとの話か、沖縄から、いいな沖縄、いいな。京都は夏は暑いし冬は寒いし。そうなの一緒に行きますし、抹茶もおごるし、写真もたくさん撮ってあげる。それはいいそれはいいね。本場の抹茶アイスいいな。仕事しながら投げてる、ありがとう。京都ね、でも私なんだろう、そのさ、なんだろう、そう、まあ観光とかもだけど、私が一番重視したいところはなんか、なんだろう、旅館、なんかすごいね、旅館の雰囲気が好きなのよ。そう、うん、よしみつさんアイス10個ありがとうございます、ありがとうございます。そうだから旅館に行きたい。北海道行ったことないよ。がなんかね、そのやっぱりさ、旅行っていうとさ、まあ、日帰りもできるけどさ、やっぱり一泊はしたいじゃないですかね。だからそのいい感じのなんか妥協したくないのそう、そのね、泊まる場所はね妥協したくないんですよねってこの前思ったんです。お肉も海鮮も美味しくて大好き、行きたい、行きたいけどねそう、それこそさ、なずなが北海道出身じゃないですか。だからそう、案内してもらいたい北海道そう、ヘアブロあるとさ、うん、ヘアブロ、私でもヘアブロないと多分選ばなさそう、うん、でもね、その分ね高いじゃないですか、 見るだけになる。いつもこの2ヶ月か、2ヶ月で関東から新潟3回、大阪2回、静岡2回行ってるってすごい、お仕事ってお星集め、いってらっしゃい
屋で美味しいご飯食べて、いいね、素敵。19日しか見えない、やった。いいね。ああ確かに3週目かも、早いね。え、いいね、お仕事だけど、ね、沖縄で遊べるのいいね。割と観光地中心らしいですよ。そうなんですか。そうなんですか。こんにちは。USJ 行きたい。行きたいところばっかり言ってる。シーザーサラダってクルトンって普通なの？どういうこと？クルトンが入ってるのと入ってないのあるよね。わかんないけど。でもイメージ的にはクルトンは入ってる。てかシーザーサラダ食べたいんだけど今日食べてない。うん。夏の間ナイトプール、プール興味ないんですよね。すいません、全然惹かれなくてすいません。すいません。え、大阪4回行ったことあるのに USJ1 回もないのって。ユニバーなのかユニバーなのかさ、なんか言い方わからなさすぎて USJ って逃げちゃう。イエーイ。なんか違うんだよね、関東と関西で言い方が。むずいから。セナタンってメンバー誰と仲いいのだって。メンバーはですね、まあ同期はまあそうですね、同期は同期なんで仲いいと思いますけど、同期以外だとまあいっぱいいますよ。いっぱいいますよ、そりゃいっぱいいるけど、でもあのその中でもよく連絡取るよとかそういう基準で話すと、村山優里さんと北佐々木さんですね。友達と今度トランポリン施設に行こうだって。楽しそう。楽しそう、いいな、楽しそう、元気だね。劇場一択だって嬉しい、劇場来てね。あ、どっちでもなかった、だって嘘でしょ、私どこの地方だった今。しょうちゃん、タコ10個ありがとうございます。おだいりさんとは仲良しで、おだいりさんとはあの話す機会がないです、単純に。そうだからもっとお話したいですね。そうなんかね、お話しする機会がないメンバーが多い、普通にやっぱりチームが違ったりするとね、特に。うん。スタバのイントネーションも違うんだって。それは初耳だった。そりゃ初耳だ。3週間のカウント管理ありがとうございます。ツルトンタン行ってないですね。行ってない。なんか前行こうみたいなのに一緒になったけど、そう。でも違うとこ選んじゃった。そう。なんか、そう。二択の中に入ってたんですよ。え？ご飯どうするみたいになって。確かに関西真ん中にアクセント、確かに。なんか関西弁とかはさ、
なんか普通に関東の人が真似しようとしてもできないじゃないですか。真似しようとして真似してるけど、関西の人から聞いたらすごい嫌な感じなんでしょう多分。そう、だから難しいねって、関西弁って。どっちも喋れるってすごいいいね。どっちも喋れるのって、私もなんか方言と標準語どっちも喋れる人がよかった標準語しかない。どこの方言がいいよって、どこでもいい博多弁か関西かな。でも関西にもさ、なんか地域によってちょっとずつ違うんでしょ、ね、こんにちは久しぶり今度ゴリゴリの方言で話してみたい。だってゴリゴリの方言話せるの？まあなんかさ、まあ標準語の人たちでもさ、関西弁を真似しようとして言ってない時になんか、これそれ関西弁じゃないみたいになることある。私は関西弁を別に真似しようとはしてないので、なんかすいませんって感じ、すいませんって感じで。言えないよそれ、早口言葉みたいななんかやつ言えない言えない。こんにちは。周りに方言使う人がいると逆に標準語だけで話すの難しい。確かにいないからさ、私周りに方言使う人あんまり。あーアメちゃん確かに。また時間あるときちゃんと応援に伺います。ありがとうございます。手あげてる。とっとと、それ、それとって置いてるって意味です。へえ。うん。あと5分で終わりますよね。次は19時半からなので。お願いします。シーザーサラダ食べたい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 。シーザーサラダ。口笛かしら、口笛かしらとは。口笛。関西弁選抜。見てみたい。なんか MC とかめっちゃ面白そうじゃない。
シーザーサラダにベーコン必須ですか？わかんない。でもとりあえずセブンイレブンの、シーザーサラダが好きです。聞こえましたって。へえ、知らん。誰か口笛吹いてた。まあ大体弟だと思います。無視しといてください。あの日常茶飯事すぎてさ気づかないんだけど怖っ。私セナタのせいでことあるごとにシーザーサラダもない。なんでし、どういうこと。シーザーサラダをセナタを思い出すんじゃなくてシーザーサラダを思い出すって何、どういう状況で。こんにちは、皆さんカウントぜひお願いします。お願いします。カウントだけでもお願いします。こんにちは。最終できた、ありがとう。好きやの、好きや、私好きやさ自分で行ったことないんだよね。食べたことはあるのかもしれないけど記憶上ないです。コストコのシーザーサラダ食べたことない。ドラゴンジェットかっこいい10個、ありがとう。シーザーサラダてかそもそもね、あの生野菜にハマることがないから珍しい。3種50完了、ありがとうございます。じゃあランキング読みます。13位うーちゃんさん、12位うーちゃん、11位セナタンのローバさん、10位チャソ、9位ユーミリン、8位デガラシさん、7位豚バラパラダイスさん、6位赤花のソルティさん、5位千葉メガさん、4位高政さん、3位直人さん、2位誰だった、ちょっと読み直そうっと読み直そう。13位トッキンさん、12位グリーンリバーさん、11位ユーミリン、10位シンさん、9位デガラシさん、8位ブトバラパラダイスさん、7位赤花のソルティさん、5位千葉メガ、間違えた、6位千葉メガさん、5位高政さん、4位吉光さん、3位ドラゴン Z、 2位直人さん、1位翔ちゃんです。ありがとうございます。うん、最終50巻と完了、ありがとう。ありがとうございます。またね、ありがとう見てくれて。次は10 19時30